最近無双オロス3のキャラフレシリーズの動画の冒頭集で、まあなんかネタ切れ集が半端ないとか言われるんやけど、黙れ。はい、どうも皆さん、こんにちは。ナタです。というわけで、今回はですね、無双オロス3の動画になります。久しぶりですね、また。今回触れるキャラクターはこちらのキャラクターですね。ホウセイ。このホウセイというキャラクターはですね、この無双オロス3で初めてオロスシリーズに参戦したキャラクターですね。まあ、出展はですね、新三国無双7猛将伝からスタートしてますね。無双シリーズに参入しているキャラクターですね。まあ、史実においてですね、まあ、劉備が蜀という国をね、手に入れることができたのはですね、彼の功績でもあるという感じで、無双ではですね、どんなに小さな恨みも忘れず、また受けた恩も忘れない、きっちりとしたね、人物であると描かれていますね。史実においてもですね、彼はですね、大変恨み深かったとされてね、まあ、肝心のキャラ性能なんやけど、武器が布ということもあって、まあ、かなりですね、奇抜な感じがするんやけどですね、かなりですね、モーション自体のね、使い勝手はね、非常にいいですね。まあ、慣れてしまえばですね、話やけど、まあ、ホウセイの性能をですね、十分にね、発揮するためになくてはならないっていうのが、チャージ1ですね。チャージ1で、布を設置するモーションになるんよね。まあ、このチャージ1から、各種チャージ攻撃につなげていくっていうのが、まあ、ホウセイの基本戦術とも言われている。まあ、チャージ1を起点にね、ほぼ全てのチャージ攻撃が、布設置時と布なしと布設置時においてですね、効果がですね、切り替わるんよね。だから布設置時にはより強力な性能を誇る、そんな感じのモーションになってるんで、まあとりあえずチャージ1を出してからチャージ攻撃につなげていくっていう感じになりますね。まあ一部のチャージ攻撃でも布を設置できるんでですね、必ずこの技から始動する必要はないんやけど、まあチャージ1ってこともあって手が早いんで、で、あとはですね、このチャージ1っていうのはカウンターもすごく強烈で、敵から受けるダメージに応じてカウンターの威力が増すっていう仕様になってるので、高難易度ほどですね、その効果を実感できて、かなり強力な技になってるよね。実は魔法生のあらゆるチャージ攻撃の中からね、主力技と言われるのはチャージ5の EX 攻撃2ですね。はい、まあ、これがですね、最大の主力技になると思いますね。 EX 攻撃2はですね、布設置時にね、より効果を発揮する。てか、これは布設置時じゃないとあまり意味を感じないので、あの、必ずですね、布設置してから使うことをお勧めしますね。この EX 攻撃2はヒット数を大きく稼げて、かつ敵は必ずね、空中ヒットになるんよね。空中ヒットになるためにですね、あの、ホウセイっていうのはテクニックタイプ、アタッカータイプがテクニックタイプなんで、空中クリティカルヒットっていう固有能力がね、あるんでね、火力増加を狙える技になってるんよね。そしてですね、バージョンアップ 1.05 ですね、アップデートで、衝撃波だけでなくてね、布の高速回転にもですね、全弾属性ダメージが追加されたことによってですね、めちゃくちゃ強力になりましたね。そしてですね、このホウセイの武器に残属性を入れておくと、もう敵の体力がどんどん溶けていく、そんな感じで、まあ主力レベルというかもうね、最高火力までいく、そんな感じの技になりましたね。この EX 攻撃2がめちゃくちゃ強力ですね。布設置時の EX 攻撃2、そして残属性をつけたこの EX 攻撃2がですね、めちゃくちゃ強力なんで、これがもうほんまに主力技から、まあ、これを多用していくスタイルになってくるかなと思います。そしてですね、今言ったテクニックタイプの固有能力、空中クリティカルヒットですね、まあ、これでホウセイの火力を補えるんよね。まあ、これはですね、他のチャージ攻撃でも言えることなんよね。あの、布設置をしておけば、どれもですね、ほぼ全てのチャージ攻撃がですね、空中初段からですね、空中ヒットに変わるんで、あの、空中ヒットクリティカルヒットの恩恵を受けられる。まあその辺はですね、このオロチ3のシステムとマッチングしているって感じですね。ホウセイのモーションが。そして今作からですね、チャージ3とチャージ6で、あの、設置した布は障害物に接触した場合、 EX 攻撃2のようにですね、その場で高速回転して敵を攻撃できるようになったんですよね。まあここがですね、まあ新三国無双7猛将伝から強化された部分かな。これによってですね、あの、この2つの技もですね、非常に使いやすくなっています。ただ一点ね、無双乱舞系ですね、無双乱舞、空中乱舞においてはですね、まあ、使い勝手はですね、原作の新三国無双7猛将伝からは下がってしまったかなと思います。まあ、無双乱舞の方はですね、まあ、範囲と火力はね、まあ、そこそこ優秀なんでね、まあ、無双乱舞はね、割とそれでもね、使える性能にはなってるんかなと
思ってるんよね。まあ三国武装セブン猛少年の、地上ラム2ですねのモーションになっていますね。前段ガード弾きですね、実質的にはガード不能の性能ですね。判定は左右に広く、自身のですね後方まで届くというね、範囲には非常に優れていますね。これはですね空中ランプと組み合わせることによってですねより効果を発揮する性能になってるんやけど、今作の無双オロス3ではですねこれが一切発揮できなくなっている仕様になっているので、こういうそういう意味ではですね弱体化が入っていますね。まあ総合的なね使い勝手は下がってしまったと言える。でその、まあ、決定的なは空中ランプの方、布のね仕様が変わってしまったっていうこともあって、無双ランプとのね組み合わせによってね進化を発揮する技だったよねこの空中ランプが。それがですね、その仕様がですねこの今作では消えてしまってるんで完全に、なのでですねほとんど意味をなさなくなってしまった。まあ使う価値がですねあまり感じれない技になってますね。まあそもそもですね今作はですねランプを2連発するっていうのが非常に難しくなってるっていうのもあって、まあそれら含めてまあ総合的にですね使用感っていうのは下がってしまってますね。そして三国勢が持つ覚醒ランプですね、砲勢の覚醒ランプはですね範囲移動速度どちらもですねまずまずの性能を誇っていますね。新覚醒ランプになるとさらにですね移動速度が上昇してですねこの布を投げるモーションやねんけど、これもですねかなりのリーチを誇っているので非常にですね扱いやすくて、爽快感も抜群で非常におすすめの覚醒ランプですね。そして今作から導入された進出システムですね、砲勢の神器はですね北欧神話のグリンブルスティですね、これはですね後に DLC 追加神器でスリズルクタンニっていう、ちょっとイントネーションおかしいかもしれないまあ出てるんよね DLC で。ただ、まあ、この2つで比べてると、まあ、基本的にはグリンブルスティですね、通常のデフォルト神器ですね、あっちの方がかなり性能がいいのであっちをおすすめしますね。まあもう一つのですね DLC の方も悪くないんやけど、まあ砲勢においてはですね通常のですねグリーンブルスティがかなり相性がいいのでおすすめですね。このグリーンブルスティという陣にですね真実ですね、通常真実とチャージ真実が、砲勢のチャージ位置とですね非常に相性がいい、まあ、これをですね交互に出していく感じで、もう永久に永久に燃やし続けられる敵を、これがですねめちゃくちゃ強いので、まあこれもこのパターンもですね非常に砲勢の攻撃モーションとしてはめちゃめちゃおすすめですね。これもですね今作のオロツリーのシステムとマッチングしてると言える点かな。そして固有真実ですね、この固有真実もめちゃめちゃ高性能ですね。はい、まあ闘牛士みたいな感じのねモーションなんよね。どこでイノシシの恨みを買ったみたいなこと言ってるんやけど、はい、まあね一連のね動作でですね周囲の敵を巻き込む、そして前段ガード不能でイノシシの突進距離も長くて非常に敵を巻き込みやすいんよね。そしてその判定もめっちゃ広い、さらにですね威力も高いとですね文句なしの性能ですね。はい、無双ランプ系よりもですねこの固有真実の方がね性能がいいのでですね無双ゲージはですねこの固有真実にね割り合った方がねかなり使い勝手が良くなって非常におすすめですね。とにかくねこの無双オロツ3で追加された真実システムとこの砲勢自身のモーションがですね見事にですねマッチングしてる、そんなキャラクターになってますね。まあいろいろ言ったけどこの砲勢というキャラクターめちゃくちゃいい感じ、強いんよね割と、だからめっちゃ楽しいし、まあ、あんまりですね砲勢を使われなかったらですね、まあ、砲勢自身のですね恨みを買ってしまうかもしれないんでね、倍返しだとか言われてしまう、そんな恐れがあるんでね、みんなもですねよかったらですね一度使ってみてほしいな。というわけでこれからですね砲勢のアクション動画に入るから、ぜひ最後まで見ていってちょうだい。応援します。